こんにちは。教えて菊池さん。お昼休みのマゼック講座です。はい、今日はですね、はい、How to マゼック登録編を登録編、はい、ご紹介していきたいと思います。今日短文登録をご紹介しようと思います、うん、はい、短文登録ですね。はい、はいはい、IM のマゼック、カスタムキーボードのマゼックを、こちらに表示していますけれども、はい、ちょっと書いてみましょうね。いきますよ。ここです。あ、ちょっと待って、下手くそすぎるな。ちょっと待って、あ、できちゃったね今ね。はい、こんな感じ。はい、見えますか、これ。見えますか。ここです。ちょっと今トーン記号を書いてみたんですけど、はい、うん、トーン記号を書くと、はい、これね、もうちょっとこうするかな。これです。はい、来週のコーラス当番さんはこのお二人ですというのを今、はい、トーン記号のマークで呼び出したということになります。はい、ね、私毎週これを書いてるんですけれども、はい、来週のコーラス当番さんというの、うん、でこの文章を毎週書くの で、はい、でこれを登録しておきたい。そうですね、はい、で単語登録だとこれ例えば来週の来とかで登録するんですよね。うん、 なんですよ、うん、なんですけど、うん、まあコーラスっていうことで、はい、楽譜のうん、トーン記号で向かってみましょうか。はい、トーン記号を書くと、はい、トーン記号で、ここですね、この短文を登録しておくことができます。はい、これ50文字まで登録できるっていう、ね、はい、そうですね、はいはい、単語登録もそうなんですけど、うん、短文登録も50文字まで登録しておけまして、はい、で簡単に、確定してあげることができる。そうですね、便利ですね。これ同じ毎回毎回同じような文章を書く方はすごく便利ですね。そうそう、カムさんも使われるんじゃないですか。使います。でこんな風に、うん、連絡文でも書けますし、はい、ね、こんな感じでね、あんま上手じゃないですけど、あ、カエル、はい、カエル、これ見えますか。カエルで、今から帰ります。ハートハートなんです。ちょっと登録してみて、これもちょっとじゃあ、確定しましょう。はい、まあ、こんな感じで、こんな感じですね。はい、メール文を書くときにですね、はい、マゼックでこうカエル書いてもらうと、うん、そうすると楽しい使い方ですね。使い方ができますというような単文登録というのはこういう形で、はい、オリジナルのね、自分がマークで、はい、文字じゃないものを使って、はい、単文を登録できるよ、うん、いう機能になっています。そうですね、はい、じゃあ登録方法をご紹介します。登録はですね、はい、マゼックアプリから行います。あ、そうですね、とこちらですね、緑色のこれです。このアイコンから行います。はい、上から3番目の短文登録で、はい、こちらに、登録するところがありますので、ここまでタップしてください。はい、はい、でそうすると、はい、短文をの登録 の、 そのおじさんのマークを書く場所が出てきます。はい、ここに何かマークを書いてみましょう。はい、こんな感じで、うん、はい、でこれ寝顔に見えます。寝顔に見えます。おやすみなさいと。おやすみなさい。さっきのお休みっていうのであれだね、予測変換してたね。そうですね、おやすみなさいと。はい、はい、というのをこれで登録、このマークに対してその下にある入力欄に設定した文字列を短文として登録することになります。はい、じゃあこれで、登録ボタンですね、はい、登録ボタンを押してくださいとなるんですけどね、こう書き直しもできますけど。そうですね、はい、いいですね、登録しちゃいます。はい、登録と。そうすると、まあ、一瞬待っていただいて登録ができます。はい、はい、で、登録したものっていうのはこちらに一覧という形で出てきて、うん、ね、一番下にね、ここですね、登録おやすみなさいと入ってますね。はい、じゃあ書いてみましょうか。うん、ドキドキ。そうそう、これフルアクセスをオンにしている方用の、 そ、ね、はい、その先ほどの、うん、マゼックアプリと連携しますのでね、うん、はいはい、フルアクセスをオンにしてお使いください。どう、あ、はい、これです。はい、寝顔を描くとおやすみなさいというのがこれで出せるようになります。はい、毎回可愛い文字付きです。はい、じゃあ出してみましょう。はい、こんな感じ、はい、というようなお使い方ができます。はい、で例えばですね、うん、これ以外にこういうやつね、うん、これ汗で登録してるんですけど、まあ、こういうね、
誠にもって申し訳なくお詫び申し上げますという言葉を登録しておくと、うん、ちょっとこれ誠意あるのかどうかちょっと分かんない、とってもね、あの短い、うん、それから楽しい、そうですね、楽しい慣れている、うん、字じゃないものを書いて登録する機能を今ご紹介しました、はい、この短文登録っていうのは、はい、認識、文字を認識する機能を使っています、はい、なので、うん、文字とそっくりなことを書いてしまうと、 その文字に認識して、うん、されてしまうんですね、はい、なので、あんまりその文字じゃない、うん、そうですね、オリジナルのオリジナルの何かを書いてください、はい、例えば、そうね、こういうんだったら別にいいと思うけどね、ぐる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 とかで、うんうん、文字はないですもん ね、これはね、なんでしょう、低気圧発令中とかねそういうような、この辺だと大丈夫です、はい、パーツがね、こう辺と作りみたいに見えるような、はいはい、縦にこう、うん、ラインがあったりすると、そうするとそこで分かれて2枚になっちゃったりとか、はい、で、ね、ちょっとこうね、はい、思ったようにできなくてがっかりしてしまうということがあるので、はい、そう、これですね、この辺とかね、うん、タグでこれに認識させたいという時に、はい、これを1文字として認識させるために下とか上にこうラインを、うん、アンダーライン、アッパーラインを入れといてもらうと、はい、この範囲が1文字だっていうふうにマザックが認識しますので、うん、あともう一つ3つ目の注意点としては、はい、登録した時の書いてる方向って拾うんですね、はい、でさっきあのぐるぐるぐるってこう書いてるじゃないですか、はいはい、それをこっち回しにすると、うん、多分あの認識できない、認識しないんですね、はい、その書く方向とかも、うん、書き順とかも、はい、あの自分の慣れてるもので、はい、で登録した通りに書いてください、マニュアルの中の、初めに手書き入力、はい、手書き入力の、下の方の項目ですね、はい、オリジナルの字形から短文に変換する短文登録という、はいと、こちらにあの字形を登録する時のポイントとか手順とか、うん、あとの編集もできるの で、ね、後から見直したい時なんかもこちらでできますということがご紹介されています、はい、ぜひ使ってみてください。短文登録のご紹介でした、はい、以上お昼休みのマゼック講座でした。ご覧いただきありがとうございます。また見てね。